どうもクリスのバスケ日記です。今日はバッシュ紹介、アリアスのドノバン・ミッチェルのモデル第2作目ドーン・イッシュ2を紹介していこうと思います。今日はドーン・イッシュ2を紹介していこうと思います。ドーン・イッシュ2は、アリダスが出してる、ドノバン・ミッチェル、ジャズのドノバン・ミッチェルのバッシュの2作目になりますね。はい。ドノバン・ミッチェル最近めちゃめちゃ調子いいよね。やばいよね。35点はとりあえず取るみたいな感じになってきてるよね。すごいわ。楽しみな選手ですね。その彼のバッシュを、スポーツショップで、スタッフをしている、僕目線で、解説していこうかなと思うので、よかったら、見てってください。よかったら、高評価とチャンネル登録、嬉しいんで、してください。お願いします。じゃあまず履き心地に関して、履き心地は、フィット感が結構強いタイプのモデルになってます。で、履き心地に関してはハーデン4の方にすごく近いです。だからすごく似てると思います。で、横幅が広くて結構履ける人が多いようなタイプに属してると思います。ただ、ハーデン4と違うのはハーデン4より履ける人多いと思います。ハーデン4ちょっと靴ありだったんですよ。ここの部分、横幅のここの部分が結構狭くて、ここはついてるんで分かんないですけど、めっちゃ狭くて、ここが痛くて履けないって人がハーデン4の唯一の欠点だったんですよね。ただこのシューズに関してはここはそこまで狭くはないので比較的履きやすいと思うので、合う人多いと思います。日本人の大半の日本人、横幅広いタイプの人は履きやすいシューズになってると思います。で、次、グリップ力に関してはグリップ力はこいつは、可もなく不可もなく丸っていうような感じでした。三角にはならないかなっていうような感じです。悪くはないけど、別にハーデン4ほど良くはなかったかなっていうような感じのグリップ力でした。で、次、クッション性に関しては、バウンスクッションっていうクッションを採用してます。バウンスですね。バウンスは、アディダスの中だと飛ぶクッションっていうようなジャンルになってます。アディダスの中だとですけど、あるいはそのバランスの説明で言うと、クッション性があって屈曲性がある、屈曲性ですね、つまりこう曲がりでしなりやすいっていうようなクッションをしてます。で、これによって、どうなったかっていうと、ドライブはしやすいだとか、飛びやすいっていうような感じのクッションになってますね。次、地面との接地感、これは比較的地面との接地感ある方だと思います。なのでディフェンスは比較的やりやすい方のシューズに分類されると思います。次、ポジション、適正ポジションですね。僕はこれは1から4番ぐらいは履けるかなと思います。飛びやすいクッションって言ったんですけど、センターだった僕が履いてみて、あんまりセンタープレーはしやすくはないかなというふうに感じました。なので、センターは微妙かなっていうような感じです。次、得意なプレースタイル、得意なプレースタイルは、ドライブ、そして、ジャンプですね。ドライブからのジャンプっていうようなところがやっぱ得意なプレースタイルになります。で、逆に苦手なプレースタイルは、ステップを踏むような動きっていうのはそんなに、グリップ力が良くないので、良くないというか、そんなに優秀で、めっちゃ優秀なタイプじゃないので、ステップはそんな得意じゃないかなっていうふうに感じました。なので、比較するのはデイム6とかデイム7のより飛べるけどちょっとステップ苦手になったよバンっていうような感じので、履き心地がハーデンに近いみたいな感じのシューズだと思ってください。で、次、欠点はさっき言ったようにステップが苦手っていうところです。で、次、耐久性、耐久性に関してはソールに関しては比較的いい方だと思います。ただ、ちょっと一つ注意点があって、これワイヤーがここについてるんですよね。ワイヤーがこれをサイズミスとかしちゃって切っちゃう可能性があるので、そこだけ注意点です。たまに言うんですけど、紐をグッグッみたいな結び方をするタイプの人がいるんですけど、それそもそもサイズミスしてる可能性がすごく高いので、そういう履き方はしないでください。そんなにきつくグッみたいなことはやらなくて、ある程度クで結んでもらえれば大丈夫なシューズなので、そんなグーみたいな前をダボダボに余らせてグーみたいな履き方をすると、これが切れちゃって使えなくなっちゃうので、それだけ気をつけてもらえればなと思います。次、外では使えるのかどうか、
まあ、使えなくはないですよ。まあ、どのシーズンもそうですけど、外では使えなくはないです。ただ消耗がめちゃめちゃ激しくなる。その覚悟だけ持ってれば使えてもいいよっていうか、まあ、あんまおすすめはしないですけどね。そんな感じです。次、インソールに関しては変えても大丈夫だと思います。このシューズはインソールにクッション素材があるようなタイプではないので、まあ、自分の必要に応じて変えて大丈夫だと思います。まあ、必要なかったら別に変える必要はないとは思うんですけど、はい、変えられるタイプではあります。値段に関しては、一応こんな感じになってます。ただ定価はこんな感じなんですけど、僕はこれアウトレットで買ったんですけど、アウトレットだと安く手に入ったりするので、僕大体6000円とか7000円ぐらいで買ったかな、確か。とかアイアスの公式サイトもセールをやったりするので、今こんな感じですけど、こういうので探してみるのもありかもしれないです。買えそうなお店、まあ MS 東京はちょっとだけあったと思います。まああったかな、まだちょっと、はい、そんな感じだったので、よかったらまあ立ち寄ってみてください。ちなみにこのカラーはね、まあ、ドラン・ミチェルって、スパイダー・ミチェルって、スパイダーマンめちゃめちゃ好きだから、スパイダー・ミチェルってあだ名がまあ、自分でつけたのかついたのかわかんないけど、なんだけど、まあ、それで、クモのマークを入れてて、まあ、クモのマークですか、これスパイ、ドラン・ミチェルのロゴだね。ロゴはこんな感じで、で、あとここにスパイダーセンスって、わかるかな、スパイダーマンって危機察知能力があるんだよ。やばい、なんか来る、みたいな。能力があって、それの、瞬間のやつ、スパイダー、まあこれスパイダーセンスって確か名前だったと思います。スパイダーセンスっていうカラーリングだったと思うんですけど、名前がついた、結構かっこいいですよね、ボルトカラーで。はい、まあよかったら検討っていうか、まあ検討してみてください。はい、まあ動画が良かったらチャンネル登録と高評価、あとまあこの場所紹介してほしいとか、こういう動画作ってほしいとかあったら、コメント欄にお願いします。ということで今日の動画は以上です。あざした。